危ない危ない。このタラップが怖いんだよね。これがね、ギャングウェイって言います。ギャングウェイだから、船でもよく使いますね、ギャングウェイ。橋でんだこれ。危ない。今ね、ガントリークレーンが所定の本線をかわす位置まで今ガントリーごと今動いてますね。シフトしています。本来はですね、そのままガントリークレーンで、本線の友側に逃がして下ろすんですけども、今日はですね、ちょっと、積んでる位置ですね、この手前のコンテナ、本来後ろにつけ、積むんですけども、トランジットしたシンガポールの方で中央に積んでしまったようで、ちょっと横の2役、こちらの2役がですね、止めるわけにいかないので、一度ここでスリングベルトを抜いて低床で本線サイド、向こうの友川まで移動して、それでもう一度こちらのガントリーが横に逃げて釣り直しして落とします。今日はね、もう風が16、15メーターぐらい吹いてるのかな。見てもらうと分かると思うんですけど、北風ビュービューでちょっとやりたくないですね。じゃあこれからまた釣ります。はい、それでは船に乗り移りました。今日もこの2人に手伝ってもらってます。イケメン2人二日酔いだけど、2名若干二日酔い。あげね、そう、船取んなきゃ。はい、本線かわして今、ちょうどガントリクレーンを釣ってるところですね。では後ほど。